はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、不動産投機の目的と更新力、対抗力について解説いたします。まあ、ちょっと難しい内容なんですけども、まあ、頭の片隅に入れておいていただければと思います。まず不動産投機ってどんなものなのか、これは後の動画でもお伝えしていこうと思うんですけれども、まず建物がどんな建物なのか、例えば木造の建物なのか、鉄筋コンクリートの建物なのか、また床面積が何平米なのか、まあ、そういった内容、また所有者が誰なのかとか、そういった内容を法務局と呼ばれる国の機関に登録するんですね。で、その登録された情報、これ登記簿と呼ばれるんですけれども、それは一般公開されていて誰でも見れるようになっております。で、なんで誰でも見れるようになっているのかというと、それは権利関係を分かるようにして取引の安全を図るため、また取引を円滑にするためといった目的があります。で、この不動産投機っていうのは更新力がないんですね。この更新力がないってどういうことかというと、不動産投機の内容がそれが正しいかどうか、これは分からないよっていう話なんです。例えばある不動産がありました、土地がありました、これの所有者は A さんです。いわゆる真の所有者は A さんにもかかわらず、 B さんが、まあ、登記申請を偽装して自分名義に変えていた。つまり登記簿上は B さんが所有者ってなっていると、まあ、いう話です。真の所有者は A さんなんですけども、 B さんが登記簿上の所有者になっていた。で、これを信じて C さんは B さんからこの土地を買いましたといった場合、不動産登記に更新力はない。そのため C さん負けちゃうんですよ。真の所有者 A さんから C さんに対して土地返してくださいと返還請求があったら、これ土地返還しないといけませんよっていう話なんですね。まあ、土地の引き渡しまで行ってるかどうかは別として、所有権移転登記されて登記名義人が C さんだったとしても、 C さんは A さん名義に戻さないといけませんよっていう話なんですね。これが更新力がないという話なんです。で、この場合っていうのは B さんが無権利者だからなんですね。無権利者から C さんは買っているわけだから、 C さんも無権利者になっちゃいますよという話です。ここまで聞いたら、あれ、全然取引の安全測ってないよねって思われるかもしれないです。この取引の安全を測るっていうのは、今からお伝えする不動産登記には対抗力がある、これが取引の安全の話なんですね。これどういった場合かっていうと、例えば A さんがこの土地を B さんと C さんに譲渡しました、売りました、いわゆる二重譲渡という話ですね。二人に対して売りました。まあ、実際問題こういうことってあまりないですよ。あまりないんだけども、宅建試験でもよく問われる問題の内容です。はじめに B さんに売りました、その後 C さんにも売りました、で、C さんが先に登記を備えました。こういった場合です。こういった場合、B さんは私が先に買ったんだから私のもんだって言ったとしても、これは B さんは C さんに対して対抗できないんですね。つまり B さんは C さんに対して、この土地の所有権は私にあるんだということを C さんに主張することができないという話です。一方で C さんはもう登記を備えております。なので B さんに対してこの土地は私の土地だというふうに主張することができるという話なんですね。で、この上の状況と下の状況、何が違うかというと、第三者なのか第三者じゃないのかなんですよ。下の話で言うと、 C さんから見て B さんは第三者に当たるんですね。で、一方で B さんから見て C さんも第三者に当たるんです。で、この場合登記を備えた方が勝つんですね。だから C さん勝ちなんです。一方こちらを見ると B さんは無権利者なんですよ。したがって C さんも無権利者になっちゃうんですね、勝ったとしても。よって C さん登記を備えていたとしても第三者じゃないんですよ。 A さんは C さんを見た時にこの人は第三者じゃないんですよ、単なる無権利者だから。 A さん登記なかったとしても真の所有者なので A さんは C さんに対して返還請求できると、まあ、いう話なんです。
つまり重要なことで言うと、第三者か第三者じゃないかによってこれ変わってくるよって話なんですけども、まあ、そこまで話ちょっと難しいので、まあ、とりあえず登記には対抗力があるんだと。でこういった事例では C さん先に登記しているから C さんが勝つんだと、まあ、いうところですね。これちょっと最低限頭に入れておきましょう。もう上の内容を知っている人ってあまり少ないんですね。登記について更新力がない、不動産登記について更新力がないっていうのは知っている人、宅建レベルだったら少ないかもしれないんですけども、まあそういうものもあるんだぐらい頭に入れておいていただければ大丈夫です。まあ、今回の不動産登記に更新力がないっていうのは、まあ、直接試験で出てくるってことはありませんので、まあ、覚えておかなくてもいいんですけども、こういった事例の場合 C さん負けるよというところは試験で問われる可能性あるので、まあ、この2つの具体例ですね、これは頭に入れておくといいと思います。で次回からは不動産登記の表示に関する登記、いわゆる表題登記だったり、また保存登記だったり仮登記だったり、まあ、そういったところを順次解説していこうと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。